サイレントヒル2。はい、どうもバルさんです。本日からですね、こちらのゲームで遊んでいきたいと思います。いや、めちゃめちゃ発売楽しみにしてたわ。楽しみすぎて、このアーリーアクセス版っていう通常よりも2日ぐらいかな、早く遊べるバージョンを買いました。で、サイレントヒルのシリーズ、僕、今まで1回もやったことないのと、プレイ動画とかもほぼ見たことがないので、本当に完全初見なんだけど、まあ、公式さん曰くね、あのサイレントヒルの1とかやってない人でも楽しめるっていう風にあったので、まあ、安心してね、遊んでいきたいと思います。いや、もうこのタイトルの時点でもうだいぶ画質が美しい。もうだいぶ美しいから、まあ、早速やっていきますか。さあ、始まるぞ。事前情報もね、ほぼ入れずに来てるので、どういうストーリーなのかとか、主人公が誰なのかとかもよく分かってないけど。うわ、リアル！めちゃめちゃ綺麗じゃない？もうテグちゃんこれ。ゲームの映像と思う。うわ、肌の感じもすごいや、これ。ゲームの映像と思えないんだけど。すごいな、手のシワの一つ一つまで。本当にリアルな。もうすごい進化だよね。ゲームって進化したよな、本当。この人見たことあるな。え、これが、この人が主人公かな？うん。なんだろう、すごい切なそうな顔してるけど。あ、ここは、なんかトイレなのか。家の洗面所とかではなく。なんでそんな悲しい顔すんの？やめてくれよ、そんな悲しい顔するの。メアリー、メアリー、この町にいるのか。うん、どういうことなんだろう。その人を探しに来たっていうことなのかな。うわ、すごっ。めちゃくちゃすごいな。霧がかってるこの感じ、もうすでにちょっと不気味だな。曖昧な眠りの中で夢見るのはあの街、うんうん、サイレントヒル。いつかまた二人で行こうと約束しておきながら、私のせいで叶わなかった。私は一人でそこにいる。ほう。あの思い出の場所であなたを待っている。じゃあそこに向かっていくってことなのか。思い出の街っていうのは何なんだろう。なんかもう背中から哀愁漂ってるわ。手紙？封筒にはメアリーと書いてある。うん、ジェイムスね、妻の名だ。そんなバカな、ありえるわけがない。奥さんから手紙が来た。分かっているつもりだ。なんだ。メアリーは3年前に病気で死んでいる。え、そこで会いに来た。ああ、なるほど。思い出の場所。まあでもそら会いに来ちゃうか。死んでるとしてもさ、思い出が多い。うん、誰が送るんだろう。メアリーが本人。いや、でも本人じゃないんだろうな。本当に彼女が。もういたずらにしたらだいぶ悪質だから、ガチで本人なのか。でもそんな思い出の街みたいな書き方しないでさ、ここに来てねって言えばいい。お、動ける、動ける。で、今回なんか設定でできたのが、このゲームの真ん中に白いポチがあると思うんだけど、画面酔いをね、しやすい人はこのポチを見ていただけると、画面酔いがね、軽減されるらしいので、よかったらこの白いポチ見ていってください。どうし、こっちからな。行ってみよう。すいません。失礼します。ん？あ、こっちじゃない。こっちじゃないのね。向こう側行けるかな。行ってみよう。あ、
女子トイレ入れないのか。いやギリ入れるかなと思ったんだよな。まあでもこのリアルな感じで女子トイレ入ったら結構まずいか。ん？ああなるほど、こっち側じゃないのか。うん、じゃあどこだ。お、え、地図ゲットしたぞ。あ、なるほど。こっちか。こっち側の、あ、で地図開ける。あ、便利。行けないところはあのジグザグのマークみたいのをつけてくれてるのか。すごいな、ありがてえ、めちゃくちゃありがてえな。じゃあこっちね。ああ、こっちか、行きましょう。うわすごっ、この荒れてる感じもリアル。でも荒れすぎててあれなのかな、観光客みたいなが来るような場所ではないのかな。すごいねこの落ち葉というかさ、枯れ木の感じが。うわーすげえ草が、もうすごい不気味だよね。なんか音をやめてほしい、このフワーンって音このフワーンって音のせ、何？え？なんか落ちてきてる、なんだろう、なんか崩れたのかな。ん？なんか今恋したぞ、やめてくれよ、俺を襲おうとすんのやめてくれよ。わーすげー、すごい、もうなんかすごいしか言えないんだけど、めちゃめちゃ興奮するな、このぬかるみの感じ。昨日雨降ったんだろうな、でもさっきまで降ってたぐらいのぬるぬる。ん？これ何？あ、セーブか、セーブさせていただこう。ああまるで頭の中をまさぐられてるみたいだ。どういうシステムどういうシステムのセーブなんだこれ。よし、オッケー、じゃあ行きましょう。うわ、車でもここ通れるっぽい感じに見えるけどな、どうやって車はここまで来るんだろう。すいません失礼します。え、あ、なに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 、あ、え、誰だこれが。メア、ん、メモリー、メアリーじゃなくてメモリーだった、今書いてある。失礼ごめんなさい、あ、私ごめんね、びっくりさせて。驚かせてすまない、道を聞きたくて。うん、道を、まあ、なんか知り合いじゃなくて、サイレントヒルに行くには知り合いじゃないのか、知り合いかと思っちゃった。霧が出ているけど、うん、一本道だから迷わないと思う。ああ、ありがとう。ありがとう。うん。でも、うん？行かない方がいいかも。なんで？それはあの、その町はなんていうか、うん、変になってるの。変になってる。この霧だけじゃなくてね。なるほど。危険なのか。多分。多分行ってきたってこと？うまく説明できない。でも、うん、気をつけよう。そうだね、気をつけます。嘘じゃない。疑ってるんじゃない。ただ嘘でも本当でも構わない。行かなきゃいけないからね。なんで？探してるんですよ、人を。大事な人よ。人を。とても大切な人だなんかセリフがめっちゃリンクしちゃった。え、あなたも探してるの？ママ。あ、そうなんだ。いえ、母を何年も会えていない。うん、一緒に行く？きっとここに父と兄もいると思った。おう。でも見当たらないし。うん、ごめんなさい、こんなこと。全然いいけど。見つかるといいな。そうだね。ええ、あなたも。え、誰だったんだろう。この人とまた会うのかな。偶然出会っただけ。あれ、いない。もういない。消えたぞ。怖え。もう消えんのかよ。
え、一本道って言ってたけど、こっちでいいのかな。あ、いい、ん？まただ。また扉。失礼しますー。お邪魔しますー。今のが墓地。今から牧場に行くのか。なるほど。どんな感じなんだろう。あ、でも確かにちょっと牧場っぽい感じが出てきたな。何育ててるんだろう。サトウキビかな。サトウキビっぽいな、ちょっと。なんか音がする。うわ、足か。怖いな。車。ここの人はどっか行っちゃったのかな。すいません。ん？ああ、ここ入れないのか。入れるとことか今んところまだないのかな。うわ、すげえ。風で舞ってる感じがすげえリアル。ん？なんかこの車この車さっきも見なかったか？なんか見た気がするな。で、こっち来て。うわ、すごいな。いや、このぬかるみのさ、音までもすげえリアル。ぐちょっていう感じが。やだ、靴びちゃびちゃになっちゃう。しみちゃ、お気に入りの靴なのに。おめかししてきたのに。会いたいから。妻に会うためにおめかししてきたのに、靴ぐちょぐちょになっちゃう。こっち側には、入れないね。なるほど、ボーリング場とかあんのかな。お、調べられる。あー、なるほど。鍵がない。あ、ここ入れるね。すいません。お邪魔します。ん？あ、ここ入れない。あ、てか、こんなステップもできんのか。あ、調べられる。はい。読む。窓を直すため街に行く。スペアキーは引き出しを探してくれ。引き出しにある。こっちからは入れない。こっちか？誰か。あ、入れる。いないのか。すいません、失礼いたします。よいしょ。すいません。お邪魔します。え、てか電気。電気通ってんの？ここ。あ、違ったわ電気じゃねえのかよ。あ、鍵。あ、普通にゲットできた。ありがとうございます。オートパーツの鍵ね。ここには何かがあるとかではないのね。不気味だな。こっちも特に行けない。あ、で、これが正面のドアか。帰りはちゃんとここから出れるけど、ごめんね、中の人、この家の人、勝手に鍵開けちゃったけど、いいのかな。まあいいんだろうな。てかもう人いないんだろうな。すいません、ちょっと、入らせていただきますね。これは何なの？ここは。町？ってよくわかんないけど。なんか行けるところはまだそんなにない感じかな。こっち行けない。ん？なんか調べられる。何？何この視点。ああ、何なんだろう。で、この辺も特に、ん？特にないね。わ、落書きされてるような、こういうとこって大体。誰が落書きするんだろう。リアルだな、このかすれ具合とかさ。すげえ。うわ、あっちにもいっぱい書いてある。書くなよ、こんなところに。なんかところどころドーンみたいな音するのやめてほしいな。ビビるから。向こう側にもすごい落書き、落書きする人が多い街なのか。ここはこういうもんなのかな。すいません、誰かいますか。誰もいらっしゃいないですかね。全然誰もいない。てかこんなさ、数メートル先も見えないぐらい切りこいのさ、めちゃめちゃ怖いね。やだもん。ノーパーキング。
何なんだろう。ああ、別に何かできるとかではないのか。ここか？ロードランナーって書いてあった。確かに俺は今ロードランナーしてるな。ロードランナー、俺のことを言ってんのかな。こっちは入れないね。 OK。 じゃあこっち側行きましょう。あ、地図なんだな。紙が置いてある。何？何なの？あ、あー、なるほど。東の地図。はいはいはい。ん？あ、で、これがさっきのとこね。なるほど、地図ゲットできたのありがたいな。ありがとう。東の地図入手。ん？あ、西の地図もゲットした。へえ、一気にゲットできるのありがたいな。じゃあ、このまままっすぐ行けばいいって感じなのかな？うん。まあ、行ってみよう。ようやく、なんか街に入る感じなのかな？なんかカフェとかさ、いろいろ書いてあったけど、入れるのかな？あ、こっち何？こっちは、あ、車があるだけか？あ、ここ入れるかな？すいません、ちょっと失礼いたします。どうも、え？何？何これ？これは？血じゃないよね。なんか泥みたいなことなのかな？こっちに向かってってるのか。すいません、失礼します。観葉植物屋さんことかな。なんだろう。カサンドラさん、今日お客さんが一人見えたんです。でもその方、赤と白のバラを混ぜた花束を注文されまして、赤と白を混ぜるのは縁起が悪いとご説明したんですけど、選べないって言われるんです。しかも私が見えていないような顔をした、ちょっと変な顔でした。そのまま明日受け取りに来ると言って去られました。その頃には私はいない可能性があるのでお知らせしておこうと。なるほど、バラ、その赤と白のバラを探すみたいなことかな。あ、レジじゃん。金、ああ、入ってないか。さすがにないか。まあね、いきなりね、そんなね、レジ漁ろうなんてそんな考えはありませんよ。そんなことはしませんよ。他にじゃあ見るところは特にない。で、ここが、ああ、でも名前、ここは書いてるわけじゃないのか。行きますか。ちょっともう、なんでこんな切り濃いの？怖いんだけど。やめてよ。すごい切り濃いじゃん。すいません、失礼します。あ、ここは入れない。どこが入れてどこが入れないかよくわかんないけど。レストランゴンザレスは入れるかな？ここか？これか。レストランゴンザレス。すいません、お邪魔します。すいません。ああ、入れないか。そりゃ鍵閉まってるよな、基本的に。鍵閉まってて当然だもんな。すいません。入れない。あ、すごい！入れなかったから×ってなってる。じゃあ一個一個回っていくのかな。あれだね、敵とかも何も出てこない感じが逆に不気味だよね。出てきそう。え？何？え？何今の？人か？なんだ？何今の？え？何何何？ちょっと待って。え？追いかけてく？ん？なんだこれ？またあるぞ。お。なんだ？さっきのやつだ。なるほど。てかさ。この壁何？壁。何？何の声？なんか隔離されてるみたいな感じなのかな？あ、ドルがある。なんか至るところにあるな。ここにも。はいはい。この後辿ってく。あ、こっちにある。え？何？何？何？やめて！何よ？うわ、え？何があったんだ。やば。え、そういうなんか災害みたいのが、うわ、すごいな。そういう災害みたいのがあって、この町の人がいなくなったみたいなことなのかな。
なんかそういう謎を解き明かしたりもしていく感じなのかな。こっち側向かってんのかな。あ、この道ね。すいません、どうも。あとお邪魔しますね。あ、なにこれ。すげえ、バーベキューやるやつなのかな。いいな。やりたいな、バーベキュー。一人バーベキューするか、ここで。んー、こっちは入れない。椅子とかがある。はいはいはい。なんかこの声みたいなんかしない？ちょっと。なんかぐちゃぐちゃ言ってない？何の声？何の声？あ、こっち側は、ああ、いけなそうだな。なんか見えるかな？いや、ちょっと見えないか？どうやって行くんだ？あ、これか。え？何今の？うわ、怖っ。なんか人なのかもちょっとよくわかんない感じだったなぁ。あー、こっち側行けないか。やだな、これ行きたくねえんだけど。もう怖いもんだって。こっちは特にない。もうすごいわ、もう。この質感とかすごいね。ゲームと思えないよ、ほんとに。もうさっきキモいのいたもん、こっち。あ、こっちに続いてんなぁ。すいません、ちょっと、え、ここに繋がってる。白い布の目印がある場所を探そう。インタラクト可能な移動ポイント。あー、この布のところが入れる場所みたいなことなのかな。はい。わあ、サービスショットだ。なに？ん？あ、なるほど、壊れて今来たとこ入れなくなったのか。ちょっともうやめてよ。もうドカンとか言うのやめてほしい。音を出さないでほしい、そんな。軽率に音を出さないでほしい。ビビリなんだから。あ、セーブあるね。セーブしていくか。オッケー。うわぁ。なんかいいオタクなのかなぁ。結構綺麗に見えるけどなぁ。ボロボロになっちゃってはいるけど。すいません、ちょっといいですかね。お邪魔します。なんで、あ、なんかある。なんだろう。あー、何かがあるではない。じゃあ、お、なんかあるよ。な、なにこれ。栄養ドリンク。なんだろう。あ、しまった。あ、あれか、なんか回復アイテム的なことなのかな。ってことはさ、敵が出るってことじゃん。回復アイテムが出るってことは、つまり敵が出るよってことじゃん。こっち側？なんだ？なんか変な音するな。失礼しますー。これ、あ、ラジオか？すげえ、電池入ってたんだな。よく持ったな。待って、なんかいる！なんかいるよ！奥なんかいるよ！さっきのやつじゃん！うわ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 ！わわわ、なに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 、どういう存在、どういう存在なの。背中のチャックみたいの、なに、キモ、超キモいじゃん。あ、なるほど、それで攻撃するってこと。ちょっともうめっちゃキモいじゃん。戦うのこれ。やだ、避けて避けて、避けた避けた、うまいよ、うまい、よし、殴れ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 、ボコボコにボコボコに、うる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 、はあ、怖かった。いや、この回避結構うまく使ってった方がいい感じだな。霧の中で見たやつか。そうだね。なんであれ人間じゃない。でも同じ答えなのかな、さっきのやつと。いや、怖かった。怖いっていうかキモい。どういう存在。でもさ、もしかしたらあれなのかな？なんか実験台とかにされてるだけで、別に悪い人じゃないとかだったら、ごめんね。そうだとしたらごめんね。失礼します。いや、怖かった、めちゃくちゃ。こっちも行くの？もうやだ、会いたくないよ。すごいな、落書きが。
こんなとこまで落書きの人来たってこと？ん？これ何？シリンジ。これは何？うん。どっちがなんだろう。どっちも回復アイテムってことなのかな？お、なんか調べられる。じゃあ特にないね。ここ。じゃあこの先あいつが襲ってくるってこと？お、割れた。いや、どっから出した今それ。今どっから出したんだよ。何も持ってなかっただろ、その手前まで。もう怖い目してる。俺がやったのかって感じ。あ、しまった。どこにしまってんだ、そのでかいの。よいしょ。ん？なんかイベントだな。私はここみたいなこと？何何？ちょっとギリギリ聞こえないな。私？ちょっと待って。ラジオを使って、え？だって名前呼ばれてるよ。どういうこと？ラジオを使って。なんかメッセージを訴えかけてきてるけど、どういうことなんだ。ちょっと進んでいくか。すいません、ちょっといいですかね。いや、こっちじゃない、こっちか。すいません、メアリー。メアリーいるのかな。でも本当にでもラジオで語りかけてんの、あれはメアリーの声っぽかったけどな。最初の時に聞いた声っぽかったはぽかったけど、よくわかんないよね。だって3年前に亡くなってるんでしょ。それでなんでなんだろう。あれは、え、うわ、死んじゃってんじゃん。なにこれ、バーメリーズかな。あ、ニーリーズ、ニーリーズだって、バーニーリーズ。あ、なんか書いたぞ。丸してある。あ、じゃあバーニーリーズに向かえばいいってことなのかな。テキサンカフェとかちょっと行きたかったな。行けるかな、テキサンカフェ。え、なに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 、なに、わわわわ、いる、どっか行った、どっか行った、どっか行った。あ、セーブある、助かる。ちょっとやめて、なんかある、ここにはないか。ちょっと一回セーブするわ。オッケー。じゃあ行くか。ちょっと怖かったな。あいつ出てくるってこと？まあでもまあ、ボコボコに、ボコボコにしてやりますよ。見ていてくれみんな。またあいつは、いた？いた今。こっちが敵さんカフェ？あるかな、敵さんカフェ。これか？これカフェかな？入れないか？もう音をやめてほしい、怖いから。こっちか、敵さんカフェ。あ、これだこれだ、あった、カフェ。ん、なんかラジオがすごい。あ、レジある、レジ。ん、なんか音する、音する、音する。あ、来てる来てる来てる。うらうらうら、調子乗りやがってよ。はん、意外にしろや、舐めやがって。レジある、レジ。あ、なんか触れる？おお！え？あ、コインゲットした。待って、なんか入ってきた音した、入ってきた音したよ。います、います。いるぞ。ほら、てめえ。くらえ。調子に乗るな、てめえ。ほら。二度と逆らうなよ。まあ、逆らってなかったかもしれんけど。なるほど、敵が来るとああやって近くに来るとなのかな、なんかラジオみたいなのがバーってなるのかな。オッケー。じゃあこれは、あ、栄養ドリンクだね。ありがとうありがとう、よかった。なんか倒すのちょっと上手くなったな、ちょっとだけ上手くなってる。でもこの辺は特にもうないのかな。今のコインどっかで使うのかな。あ、なんかある。
読む。真っ当なコーヒー一杯で腹を割って話し合おう。その瞬間、その思い出を楽しもう。コーヒーの宣伝ポスターってことかな。ありがとうございました。こうやって、チェックついてるな。探索したらチェックがつく感じなのかな。もう一個カフェあるね。アメリカンカフェ。ビッグジェイズとかがある。行ってみよう。ちょっと待って、ラジオがビリビリしだしたよ。なんだ、あれいない、どこにいるんだ、どこの音だ、こっちか、こっちで、あ、なんか入れる、え、入ってみる、すいません、なんか汚いな、それは汚いんだろうけどさ、なんだ、いやー、恋する、なに、うわ、キモー、なにこれ、キモ、あ、しかも来てる、ちょっと待って、虫めっちゃキモかったんだけど、くらえや、てめえ、あー、やめて、おい、なんかブシャーってしてる、やめろ、いてー、くらえや、もう、うわー、キモい、キモ怖い、キモ怖いです。これで、あ、レジある、ちょっとレジあさろ、あ、今回はレジあされないと入れないね。ん、驚きの超洗浄力、頑固な汚れもしっかり落とす。いいな、欲しいな、うちに欲しいな。じゃあこの辺はそれぐらいか。あ、割れる、割れんのかい、なるほど、割れるんだ。よいしょ。うれ、くらえや。強靭すぎる。狂ってやがる。こっち側も特にないかな。こっちの方にまたカフェがあるっぽいね。入れるか。うえ、いるじゃん。え、これあれかな。何もせず。なんか倒してさ、アイテムがゲットできるとかじゃないからさ、基本無視していければそれがベストって感じかな。失礼しまーす、失礼しまーす、これ入れないか、失礼しまーす、あっちから入んのか。無駄に荒らしてしまった。すいません、失礼します。何、あ、栄養ドリンクあんじゃん、ありがてえありがてえ。急に殴り出すの怖すぎる。ここら辺は特に行けた、あ、なんかある、呼びます。なんだこれ、またあの男が来てた。もうここには来るなって伝えたんだけど、何を言ってるんだって顔をされた。ただ立ち上がって出て行った。特に騒いでたわけじゃなかったけど、なんだか気味が悪かった。なになに、ちょっともう音が怖いて。そいつの顔を見てもまるで仮面でも見つめるような気分になる。その下から何かが這い出ようとしているかのような。そうなった時、私はその場にはいたくない。なんだろうね、やめて声。ビッグジェイズなのか。うわ、いるじゃん、いるじゃんね、いるじゃんね、後ろから殴れ、ほら、行け、よし、面白い、いた、なんかかけられた、汚いのかけられた、汚いな、汚いでしょうが、そんなんしたらお母さんに怒るよ、ほんとに。あ、てかダメージ結構負ったっぽいかな。これか、あ、オッケー、飲めた、そや、栄養ドリンクちゃんと飲めたね、お薬飲めたね。こっちの方は何かがあるわけでもない。まあ、じゃあとりあえず、いやー、怖かった、あの敵と栄養ドリンクあるだけって感じなのかな。うれ、うれ、もう一丁、おいおい、あ、やべ、来てる、くれ、オッケー、やれ、やめそう、
ちゃった。避けるの遅れ、痛いな。避けれないな、結構。おしゃい。さあ、まだまだ。追い打ちだ。ふう。喧嘩を売る相手間違えたようだな。よし、いや最後の1枚だけ割って。もう割れてるわ。いや先行きますか。これがアメリカンカフェ、もう一個のカフェだね。まず失礼します。ん、なんか割った。何か終わったっぽいけど、失礼します。これ入れたりはしないっぽいか。あ、入れないな。ただガラスを割るだけの男になってしまっている。特になさそうっぽい。レストランとかもあるけど、一回じゃあバーニーリーズ行ってみる。バーニーリーズ行ってみましょう。ちょ、やめてその音怖い。あー、ちょっと薬飲むか。飲んどか一応。オッケー。シリンジはいつ使うんだろうな。なん！いるのかい。やるか。おら！くらえ！てめえ！思い知れ！もう！残念だったな。ポリス。おー、警察何してんの？警察。助けてくれよ。あ、終わった。助けてくれよ。助けないからこうなんだぞ。覚えとけ。覚えとけよ。早く、助けに来い。うら。まったく。やばい、ガラス割るのが楽しくなっちゃってる。楽しくなっちゃってる。ガラス割りたくなっちゃってる。うわ、いるじゃん。あ、これか。じゃ、ここには入れるかな。あ、入れた、入った、入れたぞ。ニーリーズ、あ、セーブもある。何これ。いきなり何がどうしたのかわからない。あいつがいきなりあれをぶったたき始めたんだ。店の外に放り出したけど、やつは何もかも元に戻すと叫びながら走り去っていったよ。集められる分は集めたが、まだボタンが一つされてない。レコードの半分がまだ中に詰まってる上に、もう半分は行方不明。あいつが持ち去ったに違いない。そういえばあいつグルービーの方に走っていったな。とにかくだ、あいつはソウル通りの薬局の近くに住んでるはずだから、様子を見に行ってやってくれるか。大丈夫かどうかだけでいいからさ。アパートは9号室。なるほど、薬局通りの。あ、書いてる書いてる。ちょっと見して。あー、あれがアパートで、グルービーっていうところに丸がついてるね。なるほど。じゃあこの2箇所に行く感じなのかな。こっちは？すいません。あ、鍵か。なるほどね。ちょっとセーブしとこう。で、こっち側は行けたりはしない。あ、レジ。レジの中に何かが入ってたのはあの1回だけだったな。必ずレジ漁ろうと思ってるんだけどさ。必ず漁ろうと思ってるんだけど。何これ。ここに穴があった。今はもうない。穴をぶち開けるとかではないんだ。何これ。ん、え、なんかそのイベントにするぐらい大事な何かってこと。なんだこれ。ん、あ、なんかさっき書いてあったやつか。なんかレコードが挟まってるみたいな。わわわわ、何。あ、なんかゲットしたけど。うん。え、どういうこと。何かできるってこと。あ、入った。ん、倒す、戻す。あ、なんか出てきたよ。あー、なるほど。じゃあダメか。割れたレコード。もう片方があるってことなのかな。何なんだろう。じゃあとりあえずその丸つけたとこ行ってみるか。ありがとうございました。なもん。ほら、てめえ。くらえ。危ない。ほら、やら、行け。頭突きかよ、攻撃方法、こいつ。あの変な汁じゃないだけいいか。あの変な汁だけはやめてくれ。よし、倒してやったぜ。ジュークボックスね、今見たやつか。
じゃあアパート行ってみるか。アパート、ここだ。アパート、うわほらやっぱ壁、もうめちゃめちゃ壁が立ってるんだよな。じゃあこっち行って、これか、うん、ここ、あ、またいるじゃん。こっちか。あ、これか。あったぞ。敵無視していく。敵無視していく。怖い怖い怖い。なんかある。なんだ。歩行室の住人が鍵を置いていった。上の階から水漏れしてるらしい。確認しないと。鍵。いや、もう音やめて、音。音やめてくれ。お、地図だ。おー、なるほど。鍵マークがあるから、ちょっと取り行く感じなんだ。うわ、いた！もう、これが一番嫌だ！くらえ！うん、こいつマジ。お？あ、なるほど、押すのか。押して、で、これ中入れる。あ、で、ここが？さっきの管理人の部屋みたいなやつか？お、あ、鍵ある！5号、あ、じゃあ最初に5号室行って、みたいな感じなのかな？じゃあ行ってみるか、鍵使って。ここら辺とかは入れたりは。まあ基本はそうだよね。鍵閉まってるよね。あ、階段あるね。ちょっと階段で上がる前に、この辺の部屋に入れたりはしなさそうだな、でも。ここも開けれないもんね。あ、入れる。え？なんだこれ。ああ、普通に？あれ？ここは開けれないんだ。ん？やめて、ラジオ。ありがたいけどね。敵のこと教えてくれるのめちゃくちゃありがたい。シリンジゲットした。シリンジはどう使うんだ？回復薬ってイメージでいいのかな？またカサカサ言ってない？カサカサ言ってるよな？言ってるよね？なんか言ってない？カサカサ。どこにいるんだ？ 8、7、8。でもあれだよな、9号室を目指すんだよね。9号室になんか、誰かがいるとかなのかな？で、そのために一回5号室に、みたいな。これで4。どの辺だ？ここら辺か？あ、5だ、あった。開けます。アパートの鍵。すいません、失礼いたします。お邪魔しますね。ここは？何かあるとかじゃない。うわ、壁壊しちゃってんじゃん。はあ、ダメですよ、そんな壊しちゃったら。危ないですね。ボロボロだな。壊れちゃうもんなのかな、この人がいないと。え、なに？なんでイベント？わわわわ、え、なんか音するよ、上から。この上が何なんだろう。特に何かあるわけじゃないか。じゃ抜けよう。抜けてこ、抜けてこ。で、あ、外出れるね。待って、敵の音が。あ、下か。はん、ここまで来れるもんなら来てみろっつーの。ほら、来てみろよ、てめえ。まったく、ふん、ビビリが。あ、なるほど、これで上に上がれるようになったのか。失礼しまーす。失礼しまーす。割れないのか。え、なんか降ってきたけど。割れねえ窓ガラスなんてな。価値がない。くそ、割れない。あ、ここから入れるね。この白い布をね、ちょっと見落とさないように気をつけていこう。失礼しまーす。なに？あ、なに？え、壊れたけど！嘘！もう外出れなくなった。マジか。おっかねー。ギリギリだったってこと？なんだこれ。見えない部分も多いね。でもそんな時に彼女がやってきて、そういうものを洗い去ってくれた。物事にまた意味を見出せるようになったんだ。でもここじゃダメだ。抗えない。冷静にならないと。
テキサンで一旦止まる。一度止まる。その後で出発すればいい。テキサン、テキサンってあのカフェかな。テキサンがいたカフェってこと。なんか濡れてる。これが水漏れなのかな。うわー、んー、こっち側に、なんかこの部屋広いな。なんかスイートルーム的なあれなのかな。ここはいけない。ぶっ壊してやればいいのに。ぶち壊してやればいいんだよ。なるほど。ここ開けれる？何？ちょっとやめて、そのカメラワーク。え？臭い？なんだ？うわー、汚い！汚い、バッチリね！やだやだ。これ開けれないんだ。そっか、ここから外出れるけど。一旦、今のとこ何だったんだろう。9号室。うわ、怖い。床も壊れてんのか。あ、ここが9号室なのね。これ外出るのかな？出てみる？特に何かあるわけ。この辺ってさ、風でよく飛ばなかったなって思わない？このタバコとかさ、よくまだ残ってるよね。なになになに、危ない！は？やめてよ、そんなトラップ！じゃあこれはいけないのか。なんか動いてる。まだ電源とか生きてるのかな、これ。これ何？あ、降りれる。でも降りちゃっていいのかな。あそこの9号室のところさ、なんかできるのかなって思ってたんだけど。9号室だって探さなきゃいけないんじゃないのかな。あ、これ鍵ね。開けておきましょう。これでこれ開けれる。あー、で自由に行けるようになったってことかな。あ、なるほど。あー、なるほどね。さっきのここの、まあ、ちょっと手がべっちょーってなったところの部屋の隣のトイレのところに穴があるわ。手入れるの？怖くない？調べる。待って、キモ怖い。ちょっと待って、なんでこっちに押させんのよ、ボタン。ムービーで進めてくれたらいいのに。うわ、ぐにょぐにょ言ってる。うえ、やだー。あ、ジュークボックスの、なんでこんなとこにあんの。なんでこんなとこにさあるのだし、よくそこ手入れられたな。普通そこ調べようとはなんないでしょ。ここって結局入れないのかな。まあ入れないんだろうな。じゃあこれでさっきのとこから出るってわけか。うわー、ちょっともう怖い。怖いっていうかさ、まあ怖さもなんだけど、キモさが怖さと同じぐらいキモさがきついんだよな。さあ降りることができたと。うーん、あー、やだやだ。さあ出ましょう。だこれで、あ、チェックマークついてるね、あのアパートのところ。じゃあこのまま上行って、グランドマーケットとかあるけど、グルービーミュージックの方行けばいいのかな。行きましょう。こっちかな。いや、もう敵も結構いるけど、やっぱ基本無視した方がいい気がしてきた。アイテムが出ないっていうのもそうだし、やっぱダメージ食らった時の回復薬がやっぱもったいないよね。セール 50%、 50% オフ、でかいな。でかすぎるセールやってるな。あ、いる、います。くらえ、オッケー。マジこのでかい虫キモいんだけど。あ、入れる。あ、番号か。そっか、じゃあ今は無理か。どっかにヒントがあるってことかな。くらえ、オッケー、いいね、気持ちいい、気持ちいい。でもこの鉄格子みたいなのあるから中に入れないんだな。普通にドアからは入れないと。あ、八百屋さんなのかな。キーパッド、あ、すげえ、そんなとこまでメモしてくれんだ、ありがてー。どっかでヒントを得てからまたここに来る感じなのかな。
数字4桁か。なんか普通に見逃してそうでやだな。俺が気づけてないところありそうだしな。おい、ここは入れない、入れないな。これがレストランラッキージェイド。おい、どっかから入れるとかじゃないのかな。入れないか。いや入れないな、ここ。まあいいか、しょうがないか。うわちょっと、避けてこ、避けてこ、避けてきます、避けてきます。窓を割ることで新しいツールアイテム、え、割れってこと。割れってことこれ。おい、まあね、ゲーム側からね、もう割っていいよと言われたんでね、割っていきたいと思います。いやでもなんか、どれのこと言ってんだろう。入れる場所を見つけられる。あ、これか。グルービーミュージックだ。もうラジオが、敵がいるってことでしょ。わかんだから俺、わかんだよ。いた、やられる前に。え、2匹いる。2匹は、ちょっと数の暴力は違うじゃないですか。それは違うじゃないですか。のんきにメモを読もうとするな。この前酔っ払ってボロボロ泣いてる清掃員が店に入ってきた。手には半分に割れたレコード盤を持っていて、どうにかして直せって大声で叫んでた。やっぱそれか。静かにしてもらえるなら何でもいいと思ってさ、棚から接着剤を取り出そうと立ち上がったんだけど、その時そいつがレコードを半分しか持ってないって気づいたらしくって、そのまま走って出てきやがった。あのレコードはどうしようもないけど、あれニーリーズンかな。今度行くことがあったら聞いてみてくれよ。なるほどね、こっち側でも話になってんだ。もうやめて。もう半分ってどこにあるんだろう。いやーもうちょっとやるか、やろう。よいしょよいしょよいしょ。あ、避けた避けた、ナイス、よく避けたぞ。はい、おいおいおい、あ、いた。もう武士やめて、それやめて。結構遠距離攻撃するんだよなこいつ。いてー、やばい、死んじゃうかもしれない。行けよ行けよ、いた。ちょっと、あ、はいはい、おい、うん、二度と調子に乗るんじゃないぞお前、本当に。ちょっと、あー、よかった、栄養ドリンクあって。ちょっとあとシリンジしかないけど、なんだこれ。音楽と向き合え、夢に聞いたあのメロディーを見つけて足を振り上げよう。んー、なんかの宣伝ポスターっぽいけど、これじゃない。あ、なんかゲットできたりはしないっぽいか。OK、入れた。失礼します。あ、あったあったあった。あ、これがさっき言ってた接着剤か。レコード用接着剤、そんなのあるんだ。ゲット。で、これね。さあ、レコード、ゲット。インベントリ開いてアイテム組み合わせる。来た。割れたレコード版。と、接着剤をつける。オッケー、できた。え、これで使えるの？レコードって。接着剤でいけるのかな？うん、あとは。あ、いいね、栄養ドリンク。なんでこんなとこに栄養ドリンク置いてるんだっていうツッコミは野暮なのでね、しないでおきましょう。とりあえず全部壊してみてるけど、何かがあるとかでもないか。一旦これだけかな。いや、グルービーだなマジで。何これ。音楽は失われていたと思っていたあの素晴らしい瞬間を取り戻してくれます。確かに音楽大好き人間からしたらね、本当にそう思うわ。回復完了。失礼します。じゃあこれで、あ、チェックマーク入ったね。じゃあこれでジュークボックスのとこ行けばいいのかな。ありがとうございました。ああ、よかったよかった。どこだっけ。バーニーリーズ、ニーリーズ、ニーリーズ。あ、これか。さあ、じゃあこっちから来て、あ、入れた入れた。じゃあこれ直せるってことかな。すいません。はい、レコードを入れた。お、入った入った入った。すげえ、ちゃんと動き出したぞ。で、あ、これボタン、2番。
入れた。あ、で、ニーリーズのコイン。なるほど。で、A、B、C。これなんだろう。何なんだろうな。1。あ、そういうことか。今入れたやつが、C、青いやつの2番ってことね。そういうことか。OK! おーおー、すごいすごいすごい。これで？なんだ？ん？この音楽はなんか鍵になるとこなのかな？落ち着いてやがる。音楽を聴いて落ち着いてやがる。ちょっと何？どうしたの？なんかその思い出の曲みたいなこと？うわぁ、メアリーかな今のが。湖のほとりで、うん、一日中過ごした。うん、二人で湖をただ眺めてた。喋ってる、これ独り言言ってる。あ、なに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 、壊れちゃう壊れちゃう壊れちゃう、癒しが、ああバラバラになっちゃった、バラバラになっちゃったよ。ん、何それ。んー、あ、鍵、ニーリーズの鍵。あ、あそこの奥の扉か。なんでこんなとこに鍵があったんだ。これもう聞けないのか。そっか、やっぱさすがに劣化しすぎてもう耐えきれなくなっちゃったって感じなのかな。ちょっと一回セーブしよう。 OK、 じゃあここ行きますか。はい、ニーリーズの鍵。あー怖い怖い、敵いるかな。なんかあれなのかな、感染してああなっちゃってるとこなのか、それともここはいけない。なんだこれ、ん、なんかあるぞ。ん？え？登る？あ、なるほど、上登るのか。いけますかね。よいしょ。これなんか調べられる。あー、よかった、栄養ドリンク助かる。栄養ドリンクなんか何本あってもいいんだから、こんなの。鍵とかさ、開けと、あ、ここもあれだな、ドアノブすらないな。ドアノブ泥棒がいたってこと？うわ、ちょっと待って、あ、なんかある。あの男、あんたが帰った後に一度戻ってきたよ。別に変なことしたわけじゃないからいいんだけどさ、なんだか悲しそうな雰囲気でね。誰かと街を出るみたいなことをボソボソ言ってた。もっともあの状態で運転させるつもりはなかったから、そこで終わりにさせたよ。あの人の車はまだ店の裏にあると思う。緑っぽい青色の車だから、朝まだ止まっているか見ておいてくれる？末尾が06のナンバーだった。んー、その車を見るってこと？あ、なんかメモしたね。はいはい、じゃあこのまま向かっていく感じね。じゃあ行ってみましょう。青っぽいやつね。あ、これじゃない、これか。末尾06。あ、虫、あ、虫、キモい。成長しすぎ。0、あー、06、これじゃないや。緑っぽい青。08。もう、何匹いんのよ。あー、こっちに。あ、なんかいけるよ。この辺ってこと？あ、この辺っぽいな。緑っぽい青の。あ、え？何これ？何？うわぁ、やだ。鍵あった、よかったね。うわぁ、ちょ待って、フットサイズアパート。ちょ敵、ちょっと、おい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 って。はいはいはい、
やめてよ。やめて、それやめ、それやめて、それ。それ嫌い、それ嫌い。うわぁ、ちょっと。これって無視できないのかな？これ無視できないのかな？そうやるしかなさそう。やってやるよ。てめえら、2機同時に相手してやるっつーの。いてぇ、やめてー、やめてよ。やめて、汚い、汚い、汚い。あ、一匹逃げた、一匹逃げた。行くぞ。おい、おい、おら、いけー。もうやめて、その3みたいなやつ出すなって。もう、おい。あー、これでいいか。あー、やだった。シリンジ使できたぞ。てめえ、もう、あー、外した。あー、危ねえ、危ねえ。おい、おい、オッケー、オッケー。ひゅー、めっちゃ食らっちゃった。あー、でもこれで進めるってことか。ウッドサイドアパートの鍵。ウッドサイドアパートってどこだ。ウッドサイドアパート、あ、なんかローズウォーター公園ってとこに丸印ついてる。あ、ウッドサイドアパートあったぞ。この地図の右側にある。じゃあ一旦あそこのローズウォーター公園に向かうって感じでいいのかな。あー、やだやだ、もう勘弁してくださいよ。え、ちょっと嵐来てる。すごいじゃん風が。